どんどん張りを上げてくれるんだよっていう縫方の顔が疲れてないんですよ本当にスキンケアクリームと間違える方いると思う皆さんこんにちは美容家の崎岡めぐみです今日は今年発売のデパコス日焼け止めをご紹介します だいぶ深掘りしてますので今年の日焼け止め何するか迷ってらっしゃる方お腹に落ちながら今年の日焼け止めはこれにしようっていう風に心が決まる動画になってますのでぜひ最後までご覧くださいでまずちょっとここが分かってないと日焼け止めが選べないっていうことになっちゃうシリコンフリーっていうことをあのよくスキンケアで歌われているのでシリコンとか嫌だなって 思う方いらっしゃるかもしれないけどそんなことないです日焼け止めは大前提として熱や紫外線も皮膚最外相で浴びるアイテムよね大手さんなら酸化変性しにくいオイルを機材にしてますつまりシリコーンとかねシリコーンってすごく安定してるんですね熱でも あの紫外線でも変性しにくい酸化しにくい皮膚に何の作用も及ばさない代わりにあの悪さもしないつまりね生体神話性がないんですアクネ菌の餌にはなりません最後に塗るアイテムに適してるんです シリコンはむしろ日焼け止めにも使用してた方がいいのでその点ご理解くださいね特にデパコスの機材については秘伝のレシピもあります近年の日焼け止めは紫外線カットだけではありません2つ目肌にとって有害なのは紫外線だけじゃないそのため何をカットするのか分かりやすくスペックとして別項目としてまとめてレビューします紫外線吸収剤はケミカルタイプ肌に丸いみたいな持ってらっしゃる方 ねいるよね、そうじゃないです紫外線吸収剤ってここの波長にに特異的にカバーししますすすよよとか、うん、あの細か細なデザインしやすいんですよね確かに紫外線吸収剤は光安定性の高い成分であってもどうしても肌上で紫外線を吸収して熱エネルギーとして変換するっていう化学変化を肌状で行ってるのねでまた紫外線吸収能が戻るっていうのをずっと肌状で行ってるのでいつか光劣化っていうのを起こします。物理的に光を させる紫外線産卵剤なら効果の持続性は高いなんで個人的にはケミカルとノンケミカルを合わせるハイブリッドタイプが最もいいっていうふうに考えてます続いて4つ目です耐水性マークについてこれは2022年12月に始まった新しい基準です。 ISO18861 っていう規格を日本の紫外線防止効果に対する耐水性測定法として採用して国内自主基準として整えたものなのね UV 耐水性1スターっていうものが2スターに分かれます1スターの場合は合計40分20分20分の2回の水浴をした後で SPF の数値が水に浸かる前の50%以上維持されている場合は1スター。 予備体処性ツースターの場合、合計80分の水力条件で水に浸かる前の SPF が50%以上維持されている場合。 あくまで水浴の指標なので汗ではないんですよね水浴前後で SPF をどのくらい保持できるかの指標なので u v B 効果だけしか見てない日本化粧品工業会って言って u v A に対しても同様の効果があると考えていますとのことです5つ目日焼け止め選びの重要なことをお伝えします洗顔後の肌がどうであるか見ていただきたいんです相性にはねどうしても個人差があるのよね必ず洗顔後の肌がいつもよりどうかなってチェックしてみてほしいんです洗顔後の 肌,の肌があんまりなんか綺麗じゃないなないんかくすんでるなとかいつもになんかちょっと赤い気がするとか分厚いてる気がするとかいうことであればその製剤が特に紫外線吸収剤の配合比率とかねがお肌にあまり合っていないことのあの証拠になるのでリプやなしだなと。逆に私がいつも 一群としてごめんね使用してるポーラのホワイトショットスキンプロテクター DX はこれ使うと肌の調子いいんだよねでやっぱ別の日焼け止め使ったりするとそうじゃないことが多いからずっと1軍として使ってますでいよいよお待たせしましたまずは今期一番お気に入りの日焼け止めをご紹介しますねこちらですポーーラ、BA、ライトセレクター N 今年発売の中で先きめ的評価圧倒的1位さらに進化したインテリジェントすぎる最先端日焼け止めです肌にいいことこれでもかこのようにちょっと少しオフホワイトな感じ柔らかいクリーム状言われなければ本当にスキンケアクリームと間違える 方いると思う個人的には前作よりも軽やかに伸びるでみずみずしくなった気がしますもう滑らかですごい快適な後肌感香りは合成香料でフォーラ BA シリーズ共通のフローラル調ベースにクリアな,なんか開放感を感じるシアーグリーンを際立たせたのとのことですすごいね。いい香りします 向いてる肌質は全肌質 OK です。ただし、姿肌の方はちょっと量を少なめに使って UV カット効果のあるファンデやパウダーを重ねるのがおすすめです。または化粧水の後、もうこれだけでケアしちゃおうとか。3化炎が配合されているので、アイアンエルギーの方は NG になります。パラベン類配合なので、パラベン苦手な方は注意ください。エタノールは1%以下と思われるので、ほとんど感じません。だけども、よほどエタノールが苦手な方は NG。それ以外の方は、まあ、大丈夫だと 思いますスペックは最高値 UV カット s p f 5 0 p ラス p a 4プラブルーライトカット近赤外線カット 大気汚染物質カット、マルチカットですね。耐水性はなしです。で詳しくいきますね。紫外線防御剤については、ケミカル、紫外線吸収剤とノンケミカル、紫外線散乱剤のハイブリッドタイプです。紫外線防御剤の詳細はこちらになります。お宅の方は、ぜひあのスクショを撮ってください。ね、はい。デパコスならば、ポーラさん秘伝のレシピがかなり詰め込まれているので。特に紫外線散乱剤、炭化チタン酸化塩は、同じ表示名称でも、二つしか配合されてないってことはないんですね。複数絶対使用。 していると思われます見ただけではどの原料を使用してるのかわかんない企業秘密の方向とまいえざっとご説明するとウスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン紫外線の幅広い鉢をカットするブロードスペクトルの紫外線吸収剤光安定性の高い UVB 吸収剤メトキシケシサエチルヘキシルサリチル酸エチルヘキシルを組み合わせてさらに光安定性がさか高い上に市場で最も高い UVB 吸収能を持つエチルヘキシルトリアゾンで。 徹底的に UVB をカットしようよっていうのが伺いますねそれぞれ最大に吸収するパワーのところが異なる成分の組み合わせジ1チラミノヒドロキシベンゾイラン素硬酸ヘキシルで UVA をカットしますよとおそらく酸化塩と酸化チタンでも深い波長とかはカットさせていると思います で、赤色光は透過させる。だけども赤い光の隣の6 6 7ナメートル以上の深い波長の近赤外線これはカットするっていうのは結構難しいんだけどもこれは研究報告によると近赤外線の散乱と赤い光の透過のとの両立に適したサイズの酸化チタン粒子を選びましたって書いてあるので酸化チタンが肝ですね。 特徴を話しますねライトセレクターっていう名前の通り肌に良い光は透過させるよだけど肌に有害な光は徹底的にカットするよ太陽光って悪いことばかりだって言われてなんか皆さん日常が楽しめてないんじゃないかっていうポーラさんの何て言うかななんか愛を感じますよねここの着眼点に太陽光って悪いことばっかりじゃないんだよと光を選択する時代になったんだよっていうことで大戦戦勝を巻き起こしました今年リニューアルとということで、まず 1一つ目の特徴は赤色光の透過率が従来品より約110%アップそれにブルーライトカットが加わりましたよより精度が上がったんですこれってすごい難しい技術なのよポーラさんはどうしたかというと「レェイリーサンラン」っていう物理学の原理なんですけども <laughs> によって引き起こされる自然現象に着目しましたよつまり「朝焼け」と「夕焼け」なんで赤いのかっていう原理なんですね 晴れた日の朝焼けは太陽が地平線の近くにいるでしょう。太陽って斜めに入射してるのよね。長い距離かけて私たちの目に届くんだよね。でその時に特に晴れた日の朝っていうのは大気層中の粒子がちっちゃいんだそうです。雲もないよね。波長の短めの青色光は跳ね返すんだけれども波長の長い赤色光は通り抜ける。粒子の大きさによるんだなと。晴れた日は雲も少ないために地表に赤い色光が届きやすく。 で赤い朝焼けになるなんかなんだか素敵でしょ <laughs> 朝焼け私大好きですこの時間まで起きてる起きてるからねそう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 その人見てないですよね早起きってわけじゃないのよ <laughs> 寝てないっていうだけなんですけど <laughs> このレディーサンランっていう原理に発想を得て水にも油にも溶けて青色光は跳ね返しやすく赤色光行は通しやすいサイズの粉体赤色光透過粉体を新たに見出したそうですそれに紫外線カット粉体を組み合わせてさらに これらの紫外線とか近接赤外線カってに寄与していない粉体量は極限まで減らした膜の透明度を上げたんですってでしかもちっちゃな粒子が均一に並ぶからブルーライトはより跳ね返して赤色光は透過しやすくなったっていうことですまさにライトセレクト力がアップしたよっていうことなのね素晴らしい 二つ目の特徴です。紫外線を浴びるごとに、ベールの張りが高まるっていう新技術、光張りベール処方を開発されてます。肌にいい光は透過させて、悪い光はカットしましょうよだけじゃないと。なんとここも逆転の発想で、紫外線を浴びる日中を、張り肌のゴールデンタイムにしましょうよっていう発想なのね。ポリマー膜による速攻張り感が日中上がっていくよっていう。 肌にやってほしいことこれでもかっていうことよね、うん、なぜね紫外線を浴びるごとに膜、ベールの張りが高まるのっていうと紫外線を浴びると耐気汚染物質の分解が起こるそうすると酢酸が発生するお酢がツーンとするじゃない、はい あれの成分です酢酸って酸性なので膜全体が酸性に傾いて pH が下がります。pH が下がるとキュッと凝集しやすくなる性質のポリマーを採用してるのね。これ pH 応答ポリマーって言うんだけどもそうすると膜がギュッと収縮するからピン 貼るんだってそうすると底溝張り感を与えるっていうメカニズムあと光ハリブエル処方の内容はじゃあどんなのなのっていうとこちらの成分になりますトリエトキシカプリリルシランと水酸化アルミニウムは撥水性とか発油性コーティング成分なんですけどもこの辺はやっぱ秘伝のレシピなのでちょっとよく分かりませんちなみにマイクロダストカット耐汚性物質カットの成分はソルビトールだそうです 機材ご説明しますねデパコスの秘伝のレシピをあれこれ言うのもこがましいので簡単に水系は水あと高いアルコール1%以下でエタノールポリマーはこちらの合成ポリマーと天然ポリマー使われて増年してますね油剤はこっくりした高級アルコールそれからドライなエステリ油あとワセリンとメドホーム油も配合してますねとろけるようになじんでラノリン代替の水を抱え込む力が高いエステリ油あとさっぱりした感触の水天パン あとシアバターの代替の植物油あとスクワランと似た感触の炭化水素あと1%以下でシリコンシリコン機材じゃなくってステレオ機材にしてるのに、ね、高級クリームって感じ乳化、うん、剤はこちらになります粉体は硫酸バリウムあとラブロイルリシンスックさイマクのアミノ酸系粉体あとセラミドル似成分のペリセアも配合されてます機材とかかだけ見てももうかなり 安定性高いよ、うん、続いてはいよいよ美容成分今までだってさすがポーラさんだったんだけどもここも素晴らしいです皮膚科学の新知見も導入されてます、うん、赤色光が肌に良い効果をもたらす研究として今までポーラさんが見いだしたのはたるみにいい皮下組織 RC 構造を太くする効果が赤色光にあるんだよっていう2つ目神秘の繊維化細胞のエネルギー酸性を高める次に表皮の保水力を高める という効果を見いだしてたんですけれども今回新たに赤色コにはレプチンっていう食欲を抑制したりとかエネルルギー消費を増大させたりすするホルモンなんです睡眠不足だったりするとレプチンというホルモンが減少するのねそうするとどうなるかっていうと太るのよ。 <laughs> 多分多分シンプルに、なんか夜中のお腹空いたりしません、ね。適正な体重を維持するのね。睡眠中に分泌が促進されるんですよ。だから寝ないと分泌量は下がる。寝ないと太る。レプチンはお肌の。真っ白の変化細胞からも分泌されるんだよってことは知られてたんですけれども。なんか赤色光が変化細胞の。レプチン分泌量を増やすっていう効果があるってことを見出してるのね。じゃあ、何してくれんの?。いろんなコラーゲンが私たちの肌。 いろいろなコラーゲンの酸性を促進する効果があるんだよっていうことを解明されてますまとめると赤色鉱にはレプチンを分泌することでハりを生み出す効果があったんだよって っていうこれ全く新しい作用機材じゃあ赤色光だけじゃなくってエキスで張りを生み出すメカニズムを上げられないかなっていうことで探索したところ矢車ぎく鼻エキスとおたれにじエキスごぼうねエキスに効果を生み出したそうですエクストラライトエキスって言ってますね機械ハリベール処方だけじゃなくてその赤色光でもどっちもハリ そう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 さそらうそうにブーストエキスでも浴びるためにたるみを抑制して張りを上げてきますよっていう。 だを大にしていたいのは、ポーラさんのらだか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 だと、朝から夕方にかけてお顔がどんどんたるんでいくでしょう。だけどもポーラさんは気持ちよく笑顔で過ごしてほしいということで、太陽光に当たることで赤色光らださせてどんどんらだを上げてくれるんだよっだいうことを言ってくれてるんですよ。夕方の顔が疲れてないんですよ。からだ で心強いそ、ね、そうそう,そうこの日焼けでも使ってればなんか楽しんで過ごせそうって思いますよね。はい、夜洗顔した時に「あれ朝より肌の調子良くなってない?」みたいな。 他にもポーラさんが独自に見出している千人国アロマ、これエプジェネティクス成分ある特定の RNA が細胞が老化してしまうのを抑制してるんだよっていうことを発見してるんですよね。その特定の RNA は年齢とともに減少してしまうから老けちゃうんだよ アンチュージングのエキスになりますねでその他には B a コアリキッドこれ繊維が細胞の活性化研究に対応するポーラさんオリジナル成分です肌誕生の秘密バーシカンっていうやつですねバーシカンってコラーゲンの足場を作ってるプロテグリカンなんですよねまあハリケアみたいな感じねあとはイージークリアエキスとか薬エキスとかはい モリモリですねで気になった成分はないです実際に使った感想をファーストタッチって私たち感動評価で言うんですけど、うん、肌に 触れた瞬間塗布した後の肌なじみとも,もう最高の一言本当に素晴らしいです膜感もほとんど感じさせず快適な使い心地保湿力も素晴らしいのに確かにハリ感も感じるんですよブルーライトカットも加わって安心して毎日を過ごせそうですよね,ね<ー>ただここまでいいこと言っといて個人的にはホワイトショートスキンプロテクターの仕上がりの方が好みっていうことなんだけれどもこちらも常備してより保湿したい時とかハリ感を出したい時とかより有害効果 光線をカットしたいよっていう時に使用しようと思ってますもはやこれも一軍。肌にいい光をは通すっていうハイスペックな日焼け止めなのでこれ以上ハイスペックなのないんじゃないっていう先まで個人的評価はこちらになりますすごいでしょ見たことないでしょこの数字 <laughs> 皆さんすいませんあのあまりにポーラさんの新しい リニューアルしたライトセレクターが素晴らしすぎて他もいろいろ紹介しようと思ったんですけどもちょっと今日はここまでに続編ぜひ楽しみにしていてくださいこの動画がさきむくさんの愛感じましたみたいなポラさんの愛感じましたと思ってくださった方ぜひチャンネル登録高評価お願いしますではまた